すべてのものには始まりがある。地球上に最初に生息した生物は何だったのか。それは一見答えのない多くの疑問の一つに過ぎない。38億年前に生命が出現して以来、私たちの地球上の生命は最初の複雑な生命体が出現するまで何十億年もの間、単純な生物の状態を保ってきた。カンブリア紀爆発という言葉を聞いたことがある人なら、カンブリア紀以前には多細胞生物はほとんど存在しなかったにもかかわらず、生命が大きく多様化したことによる興味深い現象であることをご存知だろう。そして長い間、先カンブリア時代の微生物世界からカンブリア動物群の出現への移行は謎のままだった。では先カンブリア時代とカンブリア時代の間に何が起こったのだろうか。旅行者の皆さん、ようこそ。今日は遠い過去の風景を発見する旅に出ましょう。このパノラマは奇妙な生物にあふれ、人類が出現するはるか以前にこの世界を形作った出来事の影響を受けている。新しい冒険に出発する前に、このビデオをいいねしてチャンネル登録することをお忘れなく。ありがとうございました。1946年、南オーストラリア州の山岳地帯エディアから、数億年前の地層に埋もれ、地質学的に未知の時代に属する保存状態の良い化石を発見する。この探検は驚きに満ちている。一見したところ、エディアからの岩石には特別なものは何もない。ただ年代順に地球の歴史を物語っていることを除けば、これらの岩石のおかげでこれまで答えが出なかった疑問、特に地球上の生命の起源に関連する疑問を解明することができた。現在地層の正確な年代を特定し、新たに発見された化石の年代を決定するための分析が行われている。なお、同様の生物は以前にも別の場所で発見されていたが、当時はカンブリア紀の生物群であるとされ、あまり説得力がなかった。相乗学的、古生物学的、相対年代測定学的、放射年代測定学的な研究と、エディアからで発見された生物を調べた結果、それらはカンブリア紀のものではなく、むしろそれ以前の時代のものであることが判明した。岩石の化学組成、テクスチャ、地層は、調査された地層の年代が紀元前6億3500万年から5億4100万年であることを明確に示していた。もし私たちが先カンブリア時代とカンブリア時代の間にある未知の時代を知っていたとしたらどうだろう。私たちはこの時代をエディアカランと呼んでいる。最近発見された時代だが、地球上の生命の誕生を体現している。オーストラリアのエディアカラで発見された化石は、先カンブリア時代の終わりまで遡る。この時代については直接の証言がほとんどないため、最も知られていない時代でもある。エディアカランの発見によって、
私たちは過去の名残を払拭し、先カンブリア時代の謎を解き明かすことに成功した。化石の研究が続いていた1957年、イギリスのチャーンウッドで重大な出来事が起こった。この森の地層から発見された希少な保護種の中に化石のチャルニアマソニが含まれていたのだ。この化石は南オーストラリア、特にエディアカラ渓岩や1930年代にナミビアで発見された化石に酷似していた。その後徐々に世界各地の約25箇所で同様の化石が確認され、3つの化石群に分類されるようになった。アバロン、エディアカラ、ナマである。カナダのニューファンドランドにあるアバロン群は最も古く、かなりの数の否定系化石を含んでいる。オーストラリアの丘陵にちなんで名付けられたエディアカラ化石群は、水辺に保存された同一の化石を集めたものである。1950年代にイギリスで発見されたチャルニアマソリの化石は、エディアカランの岩石と確実に結びついた最初の種である。この化石は生物界の起源を理解する上で不可欠な役割を果たした。以前オーストラリアで発見された化石はエディアカラン期のものとされ、地球上の生命の歴史の始まりである不活性な過去を垣間見る貴重な機会を与えてくれた。それでは紀元前6億3500万年から5億4100万年まで、この地質時代の魅力的な歴史を一緒に再現してみよう。エディアカランの名前はエディアカラの丘に由来する。エディアカランは先カンブリア時代のスーパーイオンと火星代のイオンの間に起こった。エディアカランは新生代後期と呼ばれることもあり、新生代最後の時代、文字通り動物以前の時代である。エディアカランは地質学的にユニークで比較的長い重要な時代であった。約9400万年間存在したエディアカランは、地質学的にも古生物学的にもそれ以前の惰性的な時代とは一線を画している。先カンブリア時代に終止符を打ち、生物の世界における信じられないほど豊かな時代の幕開けを告げたのだ。この時代には最古の複雑な多細胞生物が誕生し絶滅した。事実、地球史上初の大量絶滅である。このため一般に時間スケールでは下部エディアカランと上部エディアカランの2つに細分される。なおこの区分は調査する地域によって若干異なる。下部エディアカランはエディアカラン期の最初の部分に相当し、紀元前6億3500万年頃に始まり、直ちに地球上の生命の発展に不可欠な役割を果たした。一方、後期エディアカランはこの時代の第2部に相当し、およそ5億8000万年前から5億4100万年前にかけてエディアカランの終わりを告げる。しかし先を急がずエディアカランの始まりを見てみよう。エディアカラ以前に存在した生物は
単細胞で性的なものだけだった。つまり藻類とシアノバクテリア、光合成生物である。これらの小さな生物は海を占領し、酸素を必要とせずに繁栄した。しかし最初の複雑な生物はどのように形成されたのだろうか。先カンブリア時代の性的な微生物からエリアからの動物層へとどのように移行したのだろうか。実際地球が大きな気候危機に直面している間に、生命は最終的にその道を見つけたようだ。統一された地球と超大陸といえば、通常はパンゲアを指す。しかし大陸は何十億年もの間つながったり外れたりしてきたに過ぎない。パンゲアは最初に形成された超大陸ではない。中生代のごく初期にコロンビアという超大陸が16億年前に分裂を始めた。時を経て11億年前に超大陸ロディニアが形成された。さらに少し進んでトニア紀の終わり、7500億年前、ロディニア大陸はホットスポットの影響でマグマの槍に貫かれている。地殻を突き破り大量の溶岩を噴出、そして地面が割れ始めた。この現象に伴って海や入り江が開き、大気中の水蒸気量が増加したため雨が降るようになった。雨に含まれる二酸化炭素の形の炭素は炭酸塩の形で堆積物に閉じ込められすぐに海に戻った。同時にロディニア割れによって生じた巨大な溶岩流は大陸の表面に玄武岩質の表面を形成した。これらの玄武岩質の表面は水分によって浸食されると同じ花崗岩質の表面よりも8倍も多くの炭素を消費する。数百万年かけて温室効果ガスである大気中の二酸化炭素は激減する。ロディニアの分裂が始まってから3000万年後、地球は新たな極寒期に入る。トニアンが終わりクライオジェニアンが始まる。この時期地球は一度ではなく二度の氷河期を経験した。エディアカランの前に地球は氷河期のエピソードを連続して経験していた。最も重要な氷河期はヒューロニアン氷河期で、24億年前から21億年前の間に赤道まで広がり、スノーボールアースと呼ばれた。7億2000万年以上前、エリアカラ期が近づくと、地球は新たな氷河期を迎え、巨大な氷冠が地球上に広がった。岩石の分析によると、炭素含有量が著しく減少し、その結果、有機物の活動が低下した。光合成もまた数百万年にわたって途絶えた。そのためバクテリアはこの氷河期の混乱の影響をもろに受けたのである。氷冠の音は地表から数百メートル下でも聞こえた。時にはマイナス50度まで気温が下がった。多くのバクテリアは生き残れず、最初の藻類は間違いなくこの極寒の時代にかなりの数の標本を失った。しかし生命の断片は
この困難な時期を生き延びるための隠れ家を見つけたようだ。この氷河期は地球上の生命の進化と拡大に致命的な打撃を与えたと感じる人もいるかもしれない。しかし、この先入観で止まってしまうのは間違いである。生命は永遠の適応なのだ。それこそが進化なのだ。この小さな生物を見てほしい。トリコプラックスだ。一見すると高度に進化した生物には見えない。肉眼ではほとんど見えず、大きなアメーバのように見える。プラコゾアンだ。構成動物として知られる生物群に属する。プラコゾアンは結局のところ、特に単純な構造を持つ構成動物である。トリコプラックスには頭も尾も足も神経系もない。消化管もなく、細胞外消化もない。これではどうやって生き延び、生物として認定されるのかわからない。しかし、繊毛で覆われた体を持ち、その繊毛を使って動き回る。その形状はかなり珍しく、私たちはほとんど何も知らない。しかし、もう少し掘り下げてみると、トリコプラックスには4種類の細胞しかないことがわかるかもしれない。このことはトリコプラックスが単純な生物の仲間であることを裏付けている。しかし、この小さな動物は他の同種の動物とともに間違いなく進化において極めて重要な役割を果たしてきた。この小さな体には前後軸、背腹軸、さらには視覚色素遺伝子の4つを可能にするタンパク質遺伝子が含まれている。想像してみてほしい。このような単純で原始的な動物が生物の進化の鍵の一つになっているのだ。氷河期の後、藻類は広範囲に発達し、世界中の海に広がった。海中水域の植物化が進んだのだ。バランゲル氷河として知られるこの激しい氷河期は8500万年続き、6億3500万年前に終わった。これが氷河期の終わりとエリアカランの始まりである。ロディニアは北アメリカ、南アメリカ、アフリカ、南極大陸、オーストラリア、インド、シベリアなどからなる巨大な超大陸であった。すべてが一つの陸海にまとまっていた。このような構成では陸海が極地付近に集まっていたため、気候の冷却が強まり、氷冠が大きくなったのであろう。さらにエディアカラ期と超大陸ロディニアとの関係は非常に密接だが、エディアカラ期への道を開くために超大陸は7億5000万年前に8つに分裂しなければならなかった。エディアカランの頃にはロディニアはすでに1億2000万年近くも分裂を続けていたのだ。またエディアカラ期の化石はオーストラリア、イギリス、ナミビアなど現在は離れている地域でも見つかっている。ロディニアはすでに分断されていたのだから、6億年前のエディアカラ期の動物がそんなに遠くまで移動するはずがない。彼らは一つの大陸の端っこに住んでいた可能性がある。パンノティア大陸である。ロディニアの分断から生まれた6億年から
5億4000万年前に存在したであろう仮説上の超大陸。エリア・カランの釈明記には寒冷と氷から温暖な気候へと移行した。この急激な移行は大気中の二酸化炭素の大幅な増加と重なり、おそらく急激な温暖化につながった。エリア・カラン層群には火山灰、玄武岩、その他の火山岩が堆積していることから、潜在的な火山噴火が起こり、温室効果ガスの放出に貢献したという考えが支持される。このような出来事の後、大気は二酸化炭素を豊富に含み、温室効果によって地球は徐々に融解していっただろう。その結果、溶けた氷冠や氷河が海水に流れ込み、当時の海面が上昇したのだろう。また気温が上昇したため、海水が蒸発し、大気中に湿度が発生した。見かけによらず、この気候的大災害は天の恵みだった。生物の多様化をもたらしたのだ。雪解けが始まると一連の反応が起こる。氷が溶けて大陸が浸食されると、大量の栄養分が放出されると言われている。この豊富な栄養分が植物プランクトンの拡大と増殖を促す。これらの先カンブリア時代のシアノバクテリアは、光合成のメカニズムによって光エネルギーを化学エネルギーに変換した。彼らは光をエネルギー発生物質であるグルコースに蓄え、後で使用するようにした。次第に嫌気性微生物が二酸化炭素を吸収し、大気中で酸素を生成するようになった。大気中に大量の酸素を放出。当時、生命はまだ水に限られていた。生命体を構成する分子は光に感応する。ある種の放射線、特に紫外線を浴びると破壊されてしまう。6億年前、大気中に酸素が大量に放出されたおかげで、オゾンが形成され、成層圏に自然に蓄積された。3個の酸素原子 O3 からなるこの分子は、紫外線を吸収し、生物をその有害な影響から守っている。この時、オゾン層の濃度が最初の識値に達し、海洋の多様性が爆発的に増加する。オゾンは高度15km以上の生物の発達には好都合だが、私たちの身の回りの空気中では特に酸化作用が強く危険である。これら全ての出来事は5億7500万年前のアバロン爆発で頂点に達した。水分と酸素濃度の増加が最初の複雑な生命体の発生を促し、海洋生態系と生物多様性を助長する自然の生息環境を作り出した。単細胞の微生物に代わって後期呼吸機構を持つ新しい多細胞生物が誕生した。この時、エディア・カラン時代の一大イベントであるアバロンエクスプロージョン、またはエディア・カランエクスプロージョンが起こり、海を闊歩する移動性生物が出現した。しかし、その最初の出現から絶滅までの間に全く新しい生命が姿を現した。
アバロン爆発の後はニューファンドランドで見ることができ、古代の化石遺跡は当時50キロ離れた場所に多細胞生物が生息していたことを示唆している。この遺跡はエディアカラン動物群として知られる複雑で巨視的な多細胞生物の急速な形態の多様化によって特徴付けられる。約5億7500万年前に起こった進化の放射を示している。この時代、新原生代の微生物は大気を徐々に酸素化することで地球上の生物の発達と多様化に貢献した。その見返りとして酸素レベルの増加はより複雑な新しい生物の発達を促した。この進化はオゾン層の形成と並行して2つの段階で起こった。オゾン層が形成される以前の生物は太陽の有害な X 線と紫外線に強烈にさらされていた。これらの紫外線は特に強く、フィルターにかけられずに有機分子、特に DNA を損傷する。この DNA の損傷は突然変異や細胞の機能不全、さらには生物の死へとつながる。このような環境では生命が複雑な構造を発達させ、単純な形態を超えた進化を遂げることは難しかっただろう。そのため長い間地球上の生命は原始的なままであり、このような極限状態でも生存できる単細胞の微生物に限られていた。しかし、まだ完全にろ過されていないオゾン層が徐々に形成されるにつれ、新生生物はその発達に固有の難題に直面するようになった。このため、いくつかのエリアカランの標本はカーペット状や葉状であることが確認されている。しかし、約6億年前、状況は変わり始めた。大気中の酸素濃度が上昇すると、安定したオゾン層が形成され始め、紫外線から生命を保護するようになったのだ。これにより、生命にとって好機が訪れた。紫外線の脅威がほとんどなくなったことで、生命は新たな進化の道を探ることができるようになり、多様性と複雑性が増大した。エディアカラ紀の動物は魚や昆虫、あるいはもっと古代の恐竜のような今日の動物ほど発達した複雑なものではなかったことを忘れてはならない。エディアカラ動物群には現代の動物とは似ても似つかない生物も含まれていた。一般的に言えば、それらは大小さまざまな多細胞生物であった。今日に至るまでその分類については議論が続いている。厳密に言えば動物とは定義できない。しかし、地球上に誕生した最初の複雑な生物であることは間違いない。それはともかく、エディアカランの生態系は高度に多様化した食生活とライフスタイルを持つ様々な生物の出現を目撃してきた。エディアカランの動物層はオゾン層がまだ陸上での生活を可能にするほど厚くなかったため、もっぱら海洋に生息していた。このため、最初の植物が水中から姿を現すまで4億5000万年、最初の陸上動物が姿を現すまでさらに数千万年、2億年近く待たなければならない。
今のところ生命は大きく多様な多細胞生物で構成されている。先カンブリア時代の生物とは異なり、性的でサイズも微小で多様性に欠けていた。これらの新しい生物は古代の超大陸ロディニアが分断された後の新生代に形成されたプロトテティスの海で発達したはずだ。エリアカランの時代、この海は中心的な位置を占め、後にローレンシア大陸やバルティカ大陸といった大陸を生み出すことになる大陸の断片を分断していた。プロトテティス海はゴンドワナの南から北にかけて広がっており、エリアカラ期に形成され今日の大陸を含んでいる。アフリカ、南アメリカ、南極大陸、オーストラリア、北アメリカの一部、そしてインドである。これがゴンドワナが超大陸と考えられている理由である。さて、最初のエリアカラ生物たちを迎えた環境を垣間見たところで、彼らの外見を見てみよう。クラゲに似た化石もあれば、我々が知っている生物群に分類できない化石もある。いずれにせよ、エリアカラ期の化石のほとんどは円盤状あるいは羽毛状であった。いくつかのエリアカラ動物群はエリアカラ羽毛とさえ呼ばれている。その他の生物は楕円形をしている。全体としてほとんどのエリアカランの生物は柔らかく平らで、硬い外骨格を持たなかったため、化石化されていない化石が保存されていることは比較的稀である。これは逆説的に思えるかもしれないが、事実なのだ。伝統的な化石の概念は、貝殻や骨などの硬い体を琥珀などの鉱物石やその他の有機物に保存することで定義される。しかしエリアカランの化石は柔らかく骨もないため、保存が難しい。発見された化石は厚さ3マイクロメートル以下の有機物の薄い膜に包まれていた。とはいえ、エディアカランの生物を覆う堆積層にはしばしばバイオフィルムが存在する。このことはエディアカランの生物を保存している有機物の膜が微生物のバイオフィルムの寄与によって形成された可能性を示唆している。バクテリア、藻類、真菌類、その他の小さな単細胞生物のコロニーはおそらく砂や泥に付着する物質を分泌し、海底表面に一種のカーペットを形成したのだろう。そしてこのバイオフィルムの下や周囲にエリアカラ生物が生息していたと考えられる。そしてエディアカラン生物の一部が死ぬと、その遺骸は海底に落下し、バイオフィルムによってくっついた堆積粒子に徐々に覆われていった。時間の経過とともに、エディアカラ生物の化石とバイオフィルムの化石を含む堆積層は徐々に圧縮されていった。上層の圧力を受けて、これらの堆積物は岩石となり、これらの岩石層の中に生物が保存された。まとめると、バイオフィルムはエディアカランの生物を直接覆っていたわけではないが、海洋堆積物を安定化させ、エディアカランの動物の足跡を保存するのに適した環境を提供するという環境的な役割を果たしていた。特定の鉱物を豊富に含む微細な堆積物の中で、それらは急速に化石化したのである。
その保存状態はほとんど奇跡的であり、エリアカラ動物群の魅力はそこにある。さて、エリアカラ動物群の保存特性についてもう少し分かったところで、エリアカラ生物群の最も象徴的な動物について知ろう。まずはチャーンウッドの森で発見された最初のエリアカラ化石、チャルニアから始めよう。チャルニアの発見はエリアカラ期の生物の研究への道を開いたという点で特別なものである。チャルニアは海底に生息していた海洋生物である。その樹木のような構造から枝分かれした生物と説明されている。この樹状生物は枝と同じように増殖する歯の形をしていた。実際エリアカラの羽として知られる化石の一つである。化石の記録によれば、チャルニアマソリは数十センチ以上にも及ぶ。しかし他のチャルニアの標本の大きさは様々である。チャルニアと同様、スワルトプンティアもエリアカラの歯の仲間である。これらの化石は2つのグループを形成している。フラクタル状のランゲオモーフィスと、より単純なエルニエットモーフィスである。一般的に言ってスワートプンティアはどちらかというとインフレータブルマットレスのようなフリース状の外見をしており、長さは平均5から20センチである。チャルニアの歯と同様、アスピデラのディスクもエディアカラン時代の世界中の地層から発見されており、エディアカラン動物層の中でも最も象徴的なグループの一つである。アスピデラを発見するツアーを続けよう。アスピデラの特徴は円盤状またはカップ状をしていることです。中央が少しくぼみ、縁が盛り上がっている。またアスピデラの円盤の直径は数ミリから数センチです。チャルニアやアスピデラと同様、ディキンソニアもまたシベリアの白海のエディアカラン堆積物から発見された最も古い化石の一つである。かなり平たい楕円形の生物である。円盤やタイヤのような形をしていたり、カーペットのような形をしていることもあった。チャルニアと同様、ディキンソニアも体長数十センチに及ぶことがあった。スプリギナも発見されている。この種の化石はオーストラリアとロシアで発見されている。とはいえスプリギナは小さな生物だった。細長くしなやかな外見をしていた。実際その形はややミミズに似ている。ちょうど2019年に中国で発見された。紀元前5億5100万年から5億3900万年の間に生きていたと考えられている別の生物、イリンギアスピシフォルミスのようなものだ。この脊椎動物の化石は体長27センチで、はっきりとした頭と尾がある。この生物が昆虫、軟体動物、魚類、両生類、爬虫類、鳥類などの両生類の祖先である可能性がある。最も重要なことは、イリンギアスピシフォルミスがカンブリア紀に出現した動物に酷似していることである。カンブリア紀の爆発は多くの化石が示唆するほど急激ではなかったのだろうか。それは時間が経ってみなければわからない。最後に別の軟体生物の化石も発見された。ナメクジやフクソク類に似た楕円形の生物で、
軟体動物と結びつけられることもある。この生物の化石は不完全なことが多い。そのため正確な大きさを特定するのは難しい。しかしキンメレラの体長は数ミリだったと推定されている。発見された化石のサンプルはエディアカランの動物層が確認された数種のグループの中でほとんどの場合ランクモルフと歯を含んでいたことを示している。これはわずかなコレクションに見えるかもしれない。しかし様々な大きさの樹状性、平板性、丸い生物が存在するということは計り知れない進化を意味する。エディアカラ期以前の生物は微小だったことを忘れてはならない。エディアカランの歯や円盤に加えてこの時代には海綿も存在していたと思われる。実際ナミビアで発見されたオタビアという化石は海綿の初期形態も持っているようだ。生の先カンブリア時代の地質学的岩石から発見されたのだからエディアカラン期に発生したものだろう。さらに消化器官や神経系を持たないが、この生物は植物や菌類よりも動物に近いようだ。つまりオタビアが海綿動物である可能性はある。しかしさらなる確証がない限り、典型的なエディアから海綿体の出現と進化については依然として議論の余地がある。研究は続いており、エディアカランに海綿体が存在した可能性について新たな情報が得られるかもしれない。では次に、殻で区別される小さなエディアカランの化石クラウディナを見てみよう。この化石はいくつかの円錐形の殻が組み合わさってできている。クラウディナの殻は骨ではなく鉱物のセグメントでできている。殻は生物を取り囲み支持や保護をしていた。まだ続きがある。2007年、チャーンウッドの傾斜した岩肌に様々な化石に囲まれた長いシルエットが現れた。徹底的な調査の結果、高さ20センチほどのこの生物はようやくその集合と位置について説明できるようになった。発光しており、オーロラのような明るい光を連想させるこの生物はオーロラ・ルミナ・アテンボローギと名付けられ、おそらく5億6000万年前のものと考えられている。クラゲ、サンゴ、イソギンチャクのグループである四方動物の前身と考えられている。炎のような触手を持つオーロラ・ルミナはオリンピックの聖火に似ている。さらにその位置関係から視細胞を使って獲物を捕獲していたことが示唆される。最後にオーロラ・ルミナは現在知られている中で最古の捕食者である可能性がある。エディアカラ生物は骨格を持たないという特徴があるが、オーロラ・ルミナはエディアカラ生物層の多様性と進化の縮図である。この種はおそらく骨格の原始的な形態である硬くて抵抗力のある身体構造を持つエディアカラ種の一つである。これはエディアカラ期に繁栄した生命体の多様性、さらには複雑性を証明しているのではないだろうか。時代を超えて動物界に存在する多数の形態学的、解剖学的特徴の証明でもある。エディアカランでは
植物相はまだ高度には発達していなかった。藻類は一般に水生植物相に分類されるが、この分類は必ずしも生物の中での本当の系統的位置を反映していない。また30億年以上前に痕跡が見つかっていることから、また30億年以上前の痕跡が見つかっていることから、藻類がエディアカラ紀よりずっと以前から存在していたことも注目に値する。その一方で、植物界の初期の多様化や先カンブリア時代の生態系の構成についての洞察を与えてくれる標本もある。プロトコディウムシネーゼがそうだ。この 3D 保存された化石は約5億4100万年前に中国中部の陝西省で発見された。しかしこの緑藻は今日の陸上植物の直接の祖先ではない。エディアカランの終わりには、これらの生物はすでに後に陸上植物を生み出す分岐から分かれていたのだ。しかし今回の発見は、この分裂がおそらく以前考えられていたよりも早く起こったことを示唆している。プロトコディウムシネーゼは絡み合ったチューブからなる中心構造と、その周囲に小さく密に詰まった構造を持っており、これはブリオプシラ目コディウムとして知られる植物に似ている。エディアカラ紀には突如としてさまざまな生物群が出現したことが分かった。保存状態が非常に良いだけでなく、発見された化石も非常にバラエティに富んでいる。では早速エディアカラン紀の化石から、この時代の生物について何が分かるかを調べてみましょう。エディアカランの動物相が植物多様性の進化と新しい海洋生態系の創造にどのように貢献したかを探ってみよう。当時生物の大半は浅い海に生息していた。エディアカランの化石の発見から複雑な生物の出現と発達の間に数百万年の過渡期があったことが推測できる。エディアカランの最初の生物は岩や貝殻、海底やその他の硬い表面に付着して動かなかったことが分かっている。しかしその化石の中から栄養分の痕跡が見つかっている。動くことができないエディアカラ紀の無柄動生物は羽のような枝のおかげで環境から直接餌を取っていた。現在の動物のような消化器系は持っていなかったが、ほとんどの生物は口と腸に似た構造を持っていた。ただしチャルニアとスワートプンティアにはなかった。しかし後者はおそらく地球上で最初に出現した複雑な生物であることを忘れてはならない。彼らがそのような解剖学的特徴をそのような早い時期にまだ発達させていなかったことは論理的だ。さらにチャーニアとスワートプンティアはおそらく光合成生物だった。彼らは太陽光を吸収して作り出したエネルギーを食べていた。また水中の有機物をろ過していた可能性もある。つまり最初の動物たちは食事という概念が私たちとは異なっていたとしても、シンプルな食事をしていたのである。また少なくともエディアカラ紀のほとんどの時期には競争相手や捕食者はまだ存在していなかったので、海洋環境はエディアカラ紀の化石から検出された栄養素である有機炭素を含む微細なサイズの栄養素に富んでいたはずである。
2018年、ロシアでキンブレラの町内に最初の本物の化石化した食事に似た堆積物が発見された。複数の分析の結果、この食事はエディアカラ紀に海洋に存在した藻類やバクテリア由来の物質であるフィトステロール分子からできていることが判明した。キンブレラは海底を覆っている藻類をかきむしり引き裂いて食べていたようだ。そして海藻には栄養分がたっぷり含まれている。このことはエディアカラの生物層が先行する生物層よりもはるかに大きく複雑であった理由を説明する。エディアカラ生物群は先カンブリア時代の微小生物や単細胞生物とは異なる餌を食べていたのだから。現在2023年にさらに3つのエディアカラ化石の腸内内容を脂質から評価する新たな研究が進行中である。化石に保存されている脂質から得られる情報は、これらの動物がどのように食事をしていたかを知るさらなる手がかりとなるだろう。実際保存されている脂質のバイオマーカーは化石生物の生態に関するユニークな洞察を与えてくれる。エディアカラ紀に動物が何を食べていたのか、近いうちにもっとわかるようになるかもしれない。エディアカラ紀の動物は運動能力まで複雑だ。多くは海底に固定されていたが、動いた形跡が発見された。エディアカラの丘陵地帯で発見された足跡の化石の中には、世界のさまざまな地域で発見された足跡や運動の痕跡が目に見える形で残っているものがあるが、これはおそらくエディアカラ紀の後半に発達した生物のものであろう。これらの遺跡はエディアカラ生物層の活動を物語り、この時代の動物の進化をよりよく理解するための貴重な情報を提供してくれる。さらに堆積物にはトンネルや掘削された道のような足跡の化石が観察されている。もしエディアカランの生物が移動できなかったとしたら、このような化石の道ができたことをどう説明できるのだろうか。トンネルに加え、2018年にはオーストラリアのニルペナ国立公園で5億5000万年前に生息していたと考えられる生物がエディアカラで大量に発見された。小さなねじれたドーナツのようで直径1センチほどのこの生物は、バラク・オバマ元米大統領にちなんでオバマス・コロナトゥスと名付けられた。さらに発見されたオバマス・コロナトゥスの化石は少なくとも2つの異なる種に囲まれていた。オバマス・コロナトゥスの近くで発見された生物の中にはトリブラキディウムとルゴコナイトがいる。トリブラキディウムとルゴコナイトの化石もまた印象的な形をしている。オバマス・コロナトゥスよりも大きく3体対称である。エディアカラ動物群特有の奇妙な特徴だ。とはいえ3つの異なる種が同じ場所で発見された。したがって一部のエディアカラ紀の生物は海底を移動して新しい場所に到達する能力を持っていたことになる。ちなみにオバマス・コロナトゥスの化石は5億5000万年前に遡る。つまり無兵のエディアカラン生物はこの時代の後半に移動能力を発達させたことになる。さらに我々はエディアカラ紀の動物がどのように餌を食べていたのかを見てきた。しかし彼らの多様化はどのように説明できるのだろうか。
どのように繁殖したのか。エディアカラ紀の動物の生殖のメカニズムについて正確な手がかりはありません。しかしいくつかの化石には管状や円盤状の化石など生殖の可能性がある構造が見られる。また無性あるいは有性生殖の方法を持っていた生物もいたようだ。しかし生殖の問題は激しい研究の対象であり、この分野は様々な解釈に開かれている。正確な答えを得るためにはより詳細な研究あるいはより直接的なデータの発見が必要である。エディア・カランはその謎の一部を保持しなければならなかった。彼らの繁殖方法と同様にエディア・カランの生物間の生態学的相互作用についてもほとんど分かっていない。我々が発見した痕跡からいずれにせよ生態系は存在していただろうと推測される。それぞれの種は特定の栄養レベルを占め、生物は完全に共生していたに違いない。いずれにせよ実質的に同じ食料源を持っていたのだからお互いを食べることはなかった。このようにエディアカランの生物層はオーロラルミナを出現するまでの間、ほとんどのエディアカランの生物の間で相互依存と捕食の欠如を特徴としていたことがわかる。エディアカランの環境と生命について今日わかっていることは、エディアカラン層群として知られる地層の解釈から得られている。この層の連続は当時の海底に堆積した堆積物でできている。泥岩、砂岩、石灰岩からなるこれらの堆積物はエディアカランの地質学的歴史を再構築することを可能にし、科学にとってかけがえのない助けとなってきた。これらの堆積物の連続性は控えめに言っても不愉快である。それぞれの地層は大きさも形も次の地層とは異なっている。ある層は水平で、ある層は傾いていたり折れ曲がっていたりする。これはおそらく長い年月をかけて地殻変動が岩石に与えた影響だろう。さらにエディアカラン群から発見された生物の化石も様々な向きに配置されていた。それらの位置関係からエディアカラ紀の彼らの生活様式、行動、生態学的相互作用がわかる。またエディアカラ紀は今日の世界の進化に大きな役割を果たしたが、地球は当時の姿とはかけ離れている。この時代の地質学的特徴は現在とは明らかに異なっている。原始時代から高度に組織化された生命が誕生するようになった要因についてはすでに述べた。ではエディアカランの時代に存在した大陸と流域の構成を発見してみよう。すでに学んだように超大陸パンノティアは様々な地質学的プロセスの結果ロディニアが分裂して形成された。しかしその存在期間は短く、パンノティアもまた分裂を始めた。ロディニアと同様、パンノーティアの大陸海はイアペトゥスと呼ばれる海洋の海溝もあって、独自の軌道をたどりながら分裂分散していった。パンノティア大陸の一部は地球の南半球に到達したが、他の大陸は地球の他の地域に移動した。地殻変動、侵食、堆積、
そして最初の大陸棚の形成。エディアカラ紀の堆積物はその下の古い堆積層に圧力をかけた。これが新しい大陸の建設に一役買った。徐々に堆積盆地は鉱物、有機物、化石の堆積物で満たされ、岩石層へと変化し、圧縮され石化した。これらの大陸の岩石が熱くなる一方で、大陸は融解し、エディアカラ紀以前のプロトテシス海のような最終的な海の閉鎖につながった。超大陸ロディニアとパンノティアが分裂した後、6億年前の反アフリカ造山期を含む一連の造山現象を経て、ゴンドワナと呼ばれる巨大な大陸が出現した。ゴンドワナ大陸は現在のアフリカ、南極大陸、南アメリカ大陸、オーストラリア、インド、アラビア半島を含む広大な陸地を包含していた。同時に出現したプラットフォームは景観を一変させ、生命、特に海洋生物の成長と繁栄を助長する生息地を提供した。パンノティア大陸の拡散はエディアカラン時代の地球の地質学的、地理的配置の変化に貢献した。おそらく海であろう広大な水域が地球の大部分を覆うようになり、水流も影響を受けた。分かっているのは水域が浅く栄養分が豊富だったということだけだ。海底は有機物に覆われ、その厚さはゾーンによって異なっていた。そして現在の海よりも暖かかったはずだ。エディアカラ紀には大陸の配置も常に変化していた。地殻変動が進むにつれて、超大陸の分散した陸海は新しい大陸と少なくとも一つの海を生み出した。ミロビア太陽は超大陸ロディニアを取り囲み、反アフリカ太陽の形成に先行したであろう。その後パンサラッサ海が形成された。しかしまだそこには至っていない。約6億年前にエディアカラ紀の生物が出現したのはこの海だった。エディアカランは浅い海域の沿岸環境やラグーンで知られている。またこの時代には海や小さな海洋盆地が並行して存在していた可能性もある。いずれにせよエディアカランの海水は現在の海水とは異なっていた。実際これらの海水はエディアカラン特有の化学組成を持つ大陸上層の海と同じ特徴を持っていた。つまり現在と比べると浅く酸素が少なかったのである。最後にミロビアはプロトテティスの閉鎖後、イアペトゥスが出現する前のエディアカラ紀初期の唯一の海として知られており、おそらくロディニアとパンノティアの大陸の断片を取り囲んでいた。この意味でその規模は巨大で、地球表面の大部分を覆っていただろう。しかしそう長くは続かなかった。海の形は地殻変動の結果出現した陸海の形に左右されたのである。さらにミロビア海が存在し続けているかどうかも不確かである。地質学的プロセスによってミロビア海が消滅した可能性もあるし、大陸プレートの下に沈み込んだ可能性もある。現在までのところミロビア太陽の運命について明確な結論を出すことは難しい。プレートテクトニクスによりエディアカラ紀の地球は
現在のような形になるまでに何度も活発な地質学的プロセスを経なければならなかった。リフティングと堆積盆地の形成に始まる。エディアカラキには地球の両側で何度かリフティングが起こった。これは地殻に亀裂が生じ、崩壊口が形成される過程である。地殻変動の結果、大陸棚は離れていった。その結果、東シベリア海のレベルにアンガラ盆地が形成された。これに続いて、南オーストラリアのアデレード海盆でもリフティングが起こった。これらの盆地には広範な堆積物がある。エディアカラキの環境と地質学的条件を知ることができる。最後に化石の足跡の中に火山の痕跡も見つかっている。これは火山がリフティング帯をかすめてマグマを放出し、それが上昇して固まったことを示唆している。このようにしてプレートが分離する際に海底山脈が形成され、地球と海底の形状が変化したのである。エディアカランの初期には3つの超大陸が見られたはずである。ロディニアはすでに分裂の過程にあり、パンノティアは短期間存在し、ゴンドワナは分裂した。ロディニアとパンノティアは分裂の過程にあった。一方ゴンドワナはエディアカラン期、すなわち新生代末期から古生代初期にかけて発展した。その後この超大陸は先住大陸と同様に徐々に分裂し、いくつかの大陸に分かれた。その結果3つのエディアカラン大陸が形成された。ローレンシア、バルチカ、シベリアである。ちなみにおそらく他にももっと小さな陸地の断片があっただろう。しかし私たちはそれ以上のことは知らない。いずれにせよエディアカラキに3つの超大陸が分裂し、少なくとも3つの大陸が進化したことは確かである。これらの新大陸の形成は規則的な頻度で行われたわけではないことに注意すべきである。地殻の分離はプレートの分岐、プラットフォームの衝突、リフティングなど地殻変動の結果として起こる。いずれにせよ大陸の誕生は常に継続的なプロセスである。分裂する大陸もあれば、時間をかけて形成され進化する大陸もある。3つのエディアカラン大陸の形成がカンブリア紀の爆発など将来の大きな出来事の舞台となったことも注目に値する。エディアカランの時代、ローレンシア大陸は北半球に位置していた。ローレンシア大陸はカナダとアメリカに相当する北米大陸の形成に重要な役割を果たした。その後徐々にローレンシア大陸の周囲に他の大陸が形成された。ローレンシア大陸の東にミロビアという下層の海がある。当時形成された他の大陸と隔てられていたことは注目に値する。エディアカラキに形成された第二の大陸はバルチカ大陸である。これはスカンジナビアやロシアの一部を含むヨーロッパの北部地域を含んでいた。第三の大陸であるシベリアはアンガラクラトンとしても知られている。エディアカラン時代にはシベリアとロシアを含み2つの大陸の東に位置していた。ローレンシア大陸とバルト海の東に位置していた。さらに超大陸の分断後、
イアペトゥス海が形成され、バルチカとローレンシアとシベリアの2つの大陸を隔てた。地殻変動や大陸衝突などの地質学的プロセスの影響を受けている。ローレンシア、バルチカ、シベリアの3大陸はエディアカラ期の間にもその後も陸上景観の形成と生物環境の多様化に貢献した。これら3つの大陸に加え、地質学的研究はエディアカラ期に他の陸海が存在したことを示唆している。そしてこれは非常に初期の時代であるため、それ以上の証拠がないため、現在に至るまでそれらの位置や大きさについての詳細は分かっていない。しかし地殻変動モデルや化石の分析、地質学的研究に使われる岩石からすると、おそらくもっと小さなものであったろう。いずれにせよ、地質学と古生物学の研究は絶え間なく続けられ、定期的に新しい情報が明らかにされ、過去の時代についての知識を豊かにしている。そして私たちは新しい化石の発見と無縁ではない。近い将来、エディアカランの時代とその終わりにおける大陸と陸海の完全な構成について、さらに多くのことが明らかになるだろう。上記の3つの大陸はエディアカランの間、他の地殻変動にも巻き込まれた。リフティングに加えて、地球は一連の増山現象を含む他の地質学的プロセスを経た。増山活動とはリフティングの逆のプロセスであり、地殻の隆起と地殻プレートの移動の結果として山ができることに相当する。アパラチア山脈のように約4億年前のエディアカランの後、プロトテティス海の沈み込みによって形成された。いずれにせよ、エディアカラ期にはアパラチア山脈はまだ現在の形をしていなかった。当時これらの山脈は上記の理由から独立したロディニア大陸の延辺を構成していた。エディアカラ期の直前、一連の増山活動が起こり、6億年前にゴンドワナ大陸とパンノティア大陸の超大陸が誕生した。これが反アフリカ増山活動であり、反アフリカ山脈、すなわちアフリカ全土とアフリカ以縁の大増山系を生み出した。エディアカラ期の増山活動の例をいくつか挙げてみよう。紀元前6億5000万年から5億5000万年の間に起こったカドミア形成期は、巨大な反アフリカ山脈のほんの一部に過ぎなかった。その後、古生代のテレーンがゴンドワナ超大陸の下に沈み込む、カドミア形成期を引き起こした。紀元前6億年から5億年の間に、南オーストラリア州でも地殻変動が起こり、アデレード増山帯が発生した。その後、別のエディアカラ大陸の南縁と東縁でも増山活動が起こった。ローレンシア大陸である。アフリカのキバラン増山や西ヨーロッパのスエコノルウェー増山などである。最もよく知られているのはカレドニア増山で、カンブリア紀の初めに同盟の山脈が形成された。要するに、当時の環境はロディニア、パンノティア、ゴンドワナの分裂の影響を受け、地形や気候が変化したのである。大陸の移動はエディアカランの出現と生物の多様化を促したのである。そしてエディアカラ期の後半に逆転した。実際、生の地質学的シリーズによると、紀元前5億5000万年から5
5億4100万年の間にエディアカラ動物群の 80% 以上が予期せず死滅した。エディアカラ動物群の発見は我々の世界の起源を特定するのに不可欠だった。何億年も前に遡る痕跡のおかげで地球の歴史を再構築し、何らかの形で現在を形作っている全ての出来事を発見することができた。しかし今、私たちは9400万年にわたる地質時代、エディアカランの終わりにいる。最初の複雑な生物が誕生した刺激的な時代である。エディアカランの初期は、最初の複雑な生物の発生によって特徴づけられていたが、これらの生物が絶滅する前に変化し、より複雑な形態をとるようになったのは、この時代の終わりであった。地球はその歴史の中で何度か大量絶滅を経験しており、生物多様性が大きく失われ、地球上の生物の進化に影響を与えている。大量絶滅の正確な回数はまだ議論の余地がある。しかし私たちは現在5つの主要な大量絶滅を数えている。それは以下の5つである。オルドビス紀、シルル紀の絶滅、約4億4300万年前に起こった。デボン紀の絶滅、約3億5900万年前、ペルム紀、三畳紀絶滅、約2億5200万年前、三畳紀、ジュラ紀絶滅、約2億100万年前、そして白亜紀、古第三紀の絶滅、約6600万年前、最後にエディアカランの発見によって6番目の絶滅があることが分かった。エディアカランの絶滅は先に述べた5つの絶滅に加え、史上初の生物学的危機であることが最近判明した。その結果、エディアカランの動物層は姿を消し、幸いにも痕跡が残された。しかし残念なことに子孫はほとんどいなかった。そして約5億4100万年前、生物多様性の激減により、エディアカランの生物の 80% から 95% が絶滅した。イリンギア・スピシフォルミスはカンブリア紀の1000万年前に出現し、カンブリア紀の生物に似ていたことから生き残った少数派の一部だったのではないかと考えられている。いずれにせよ、エディアカランの大半の種が一夜にして絶滅したのは奇妙なことではないだろうか。さらに謎なのはこの絶滅の原因である。結局のところ、エディアカラ動物群の消滅はその出現と同じくらい謎めいている。エディアカランの絶滅はエディアカランカンブリア紀の絶滅とも呼ばれ、地球上の生命の物語を揺るがし、動物界の進化についての我々の理解を覆す大きな出来事である。しかもこの生物学的危機は様々なタイプの変化に起因している。エディアカランの終焉の正確な原因については未だ議論の余地がある。とはいえ、環境と気候の変化が最も妥当な原因であることは間違いなさそうだ。エディアカランは地球の軌道の変化に影響された気候の寒冷化と温暖化のいくつかのサイクルによって特徴づけられた。このような変動はおそらく当時の動物にとって有害であったろう。
例えば生存や栄養の利用可能性などが阻害されたのだ。エディアカランの生物が最初の生き物であったことを忘れてはならない。彼らは特に敏感で、激変にはあまり適応していなかっただろう。一方、エディアカラ紀には激しい火山噴火が何度かあり、様々な超大陸が形成、分裂した。この火山活動は、エディアカラ動物群の絶滅にも一役買った可能性がある。火山は二酸化炭素や二酸化硫黄などの大量のガスを大気中に放出する。これらのガスは水と接触すると硫酸に変化する。そのため海に侵入することで海洋生物に影響を与えたと推測される。海水が汚染されるだけでなく、火山の噴煙は太陽光が地表に届くのを妨げ、地球の冷却につながる。この点で氷河の痕跡はエディアカランの終わりに第二の気候危機が起こったことを示している。エディアカランの始まりから終わりまで極限状態が続いた。エディアカランの始まりは地球温暖化の痕跡を残し、終わりは劇的な寒冷化のエピソードを経験した。しかし地球温暖化は地球に良い影響を与えた。地球上の生物の進化に大きく貢献したのだ。一方、大気温度の急激な低下による氷河期のエピソードは控えめに言っても破滅的だった。下部エリアカランの間、気温は平均20度から30度であった。一方、エディアカラ紀の後半はその逆だった。地域にもよるが、気温は0度からマイナス20度の間に急降下しただろう。二酸化炭素の拡散は確かに大気の化学組成を変化させた。しかし絶え間ない地殻変動と海洋と大気の相互作用もまた第二次エディアカランの気候危機に寄与した可能性がある。そして5億7900万年前、極端な氷河期とさえ言える冷却の時期が訪れた。すなわち大ガスキア氷河である。この氷河期は非常に激しく、ある地域では氷冠が形成された。氷河が残した土砂や岩石の堆積物はおそらく今も発達中であろうが、極地で発見されている。特にカナダのガスキエではエディアカランの化石の下に厚さ300メートルのドロップストーンの層が見られるが、これはこのような環境の変化を反映している。また8つの古大陸で極地に隣接し、赤道から30度から10度付近の緯度にある氷河モレーン堆積物が発見されている。気温の急激な低下により氷河はかなりの量の海水を氷の形で閉じ込め、海面を低下させただろう。その結果、氷河期のエピソードはエディアカランの動物層の生息環境に影響を与えただろう。海水準を最低レベルまで下げることによって、さらにエディアカラ期の2つの気候危機の間に、この地質学的な時代は多くの気候変動を経験し、調査された地域によって雨や雪が降ったようだ。湖や川、三角巣ができるほど降水量の多い地域もあれば、乾燥した条件を記録した地域もある。ガスキア氷河はおそらく壮大な規模であったろう。しかしスノーボールアースの再来を引き起こすほどではなかった。しかしこの究極的な気候変動は
エディアカランの終焉の最も可能性の高い原因である。ほとんどのエディアカランの生物はこのような厳しい寒さには耐えられなかっただろう。特に全てのエディアカラ生物は熱帯気候で生まれ育ったのだから。とはいえ、エディアカランの終わりには酸素レベルが安定していなかったことも分かった。氷河期の後、酸素を産生する生物の数は減少した。しかし後期エディアカランの初期には、後期エディアカランよりも酸素濃度が高かった。しかしこの地質時代の幕を閉じたのは酸素濃度の上昇ではなかった。たまたまエディアカランの終わりには低酸素環境が広がり、酸素濃度は最初と同じように再び低くなった。エディアカラ時代の生物は全て好気性であったことを考えると、必要な酸素が供給されないことは致命的であったかもしれない。最後に中国南部で観察されたいくつかの堆積岩が、鉄分が豊富だが酸素がかなり不足している地帯に囲まれていたという事実を除けば、エディアカランの終わりに酸素が全くなかったという証拠はない。私たちが無酸素状態ではなく低酸素状態という言葉を好んで使うのはそのためである。それはともかく、エディアカランの少数の生き残りの中にはより大型のものもあった。その大きさは水中の酸素が低下している可能性を反映している。歯の表面積が大きければ、そのような過酷な条件下でも生き延びることができたはずだ。言い換えれば、一部の生物は酸素不足に適応して繁栄し、海水と直接接触する細胞の割合を最大に発達させたのだろう。一方、オーロラルミナの行動に見られるように、徐々に捕食者へと変化していく海洋生物もいると言われている。あるいは草食動物に似た特徴を示すキンベレラ、微生物の基質を破壊して無防備なエディアカラン生物とその周辺のバイオフィルムを捕食したと推測される。さらに原始的な捕食者は、捕食のために様々な手段を用い、狩りの方法として閃光も利用していた。実際我々はクラウディナの貝殻に閃光の痕跡を発見している。したがって最初の動物捕食者の出現がエディアカラ列島の生存者たちの生命を危険にさらしたというのはもっともなことである。おそらくエディアカランは地殻変動の結果絶滅したのでしょう。地球は悠久の時を経ても変わらないが、常に同じ法則に従っている。地球の動きは止まることがなく、地質学的な変化は避けられない。頻繁な環境変化により、地球はやがて回復力の限界に達したと考えられる。繰り返される絶え間ないプレートテクトニクスは、生命の歴史におけるこの魅力的な時代の生物多様性と生態系を試したかもしれない。このように変動する酸素レベル、気候変動、地質変動はエディアカランの絶滅の要因である可能性が高い。とはいえ、エディアカランの科学的研究は続いており、近いうちに新たな発見がなされるかもしれない。エディアカラ期はカンブリア期の爆発に先立ち、生命が誕生した重要な時代である。エディアカラ期は複雑な生命の誕生における重要な段階であった。しかし
生命の歴史の流れを変えるような大きな出来事はまだ他にもある。これ以上サスペンスを長引かせるのはやめよう。次のビデオで時間の旅を続けよう。カンブリア紀を発見しよう。エディアカラン紀に続く時代。